三巡るは、江戸幕府の役職の一つ。江戸時代において、江戸市中の警備、観察を担当した町部行所の低町周り、臨時周り、隠密周りの三つの職所を及び、それを担当した同心のことで、回り方とも呼ばれる。漢文2年の10月から翌年3月末にかけて、火災防止を目的として、よりき4名と、同心12名を昼巡る、夜巡るに分けて、 江戸市中を見回りさせた町回りを原型とする。その後、教法6年からは教法の改革の一環としての風俗取り締まりに主眼が置かれるようになった。当初は風俗関連法令、写禁止法令違反者や賭博、売春などの摘発や風文の探索などを行う上回りのみで、これを担当した同心は、曲げは、将銀難。 渋さの十手を背中に刺すという特殊な格好をして、市中見回りに当たった。後に、臨時回りと、温密回りが加わって三巡ると呼ばれるようになる。臨時回りには城回りを長年務めた者がつき、城回りの補佐、指導が主な役目である。温密回りは、他の三巡とは違って変装して、江戸市中を回り、そこで集めた町の風雪を町奉行に報告するなどの、 重宝活動を行った。三巡るの活動報告は町奉行宛ての風文書として上進された。三巡るを担当した同心は、南北両町奉行所においてそれぞれ上回り6名、臨時回り6名、隠密回り2名ずつであり、南北合わせて30名にも見とない三巡るで広い、江戸市中の取締りを行うことは困難で、実際の取締りは三巡るの支配下にあった。 おかっぴきや地域に置かれた番所などが担っていた。三目の定員は時代によって多少の変動はあり、店舗年間では、上回り1の5名、臨時回り5から7名、隠密回り2名であった。ありがとうございます。